し。久しぶりに買いましたね、ジョージアオリジナル、ね、1975年。1975年からこれあるんですか。もっと前かと思ったら、僕が生まれる10年前か。49歳。あ、そうですか。うん、甘いね。でもやっぱ味が濃いな。よいしょ。さあ、私はもう丸坊主にしたんで、髪の毛を、ね、もうちょっと早くにね、丸坊主しとけばよかったんですけど、はい、丸坊主でジョージア飲みながら今日も頑張っていきます。この間と一緒、朝から八千代に廃材を運搬してます。ただ今日は月曜日の朝なんで結構渋滞してると思います。渋滞まではいかんけど、ところどころ詰まるところがあると思います。跡口がやっぱすごいですね。跡口がすごい残る。跡口が悪いとは言いませんけど、言いませんよ。跡口がすごい残る。まあ濃いそうな色してますもんね、パッケージは。ジョージアもまあいろいろあるけど、何が好きかな。一番ヨーロピアンなんちゃらっていうのが昔あったじゃん。俺が土木しよった頃やけんね、土木の会社勤めとった頃なんで、もう19年前ぐらいか、20歳ぐらいの時なんで、あの頃ね、ジョージアの微糖って言ったらあれだったんですよ。そう、ヨーロピアンブレンドだったっけ、なんかあんな感じの紫となんか金色っぽい2色のラベルがあったんですけど、ラベルのやつがあったんですけど、ヨーロピアンなんちゃら、あれはね、あ、僕言ってみたらコーヒー飲み始めたのあれが最初だと思うな、うん、どうしてもこのね、仕事しよったらさ、あの現場の仕事とかしよったら朝仕事が始まる前とかやっぱり飲むんですよね、先輩とかが。そう、現場に行く途中の道中でダンプの中で飲んだり、まあ、昼あの10時と3時の休憩でもやっぱ飲むんですよね。それで僕も自然と飲むようになって、コーヒーを、そっからですね、コーヒー、缶コーヒーに目覚めた。何でもいいんですけど、コーヒーなら微糖だろうが甘いやつだろうがブラックだろうが何でも飲みますけど、まあ加糖のコーヒーは1日2本までかな、うん、まあ楽ですわ、坊主が。本当に風呂上がってさ、シャンプーじゃない、頭髪の毛拭くの2往復で終わりますからね。これでタオルでよっしゃよっしゃ、これでもう拭き終わりますから、とても楽ちんです。うん、今頃はね、高校球児でもなかなか坊主にする男の子は減ってきてますけど、まあそんな時代だからこそ逆に僕たちは進んで丸坊主にしてますっていう球児もいるみたいですけど、どっちやねんっていうね、うん、あ、本当でもあの2ブロック的な髪の毛の高校球児が増えましたよね、うん、ちびっと飲むのがね、いいです。香りを楽しむのが、大人
ナの飲み方です。この前も言ったか、アンパンマンみたいって言われましたしね、昨日あのソフトボールの、小学校のソフトボールの練習で、とある5年生の男の子に、最後ね、もう半日たくさん日を浴びてほっぺが真っ赤になっとったんですよ、僕ここが。それでね、あのグラウンド整備してると途中最中にね、そう、5年生の男の子に、ジーココーチアンパンマンみたいじゃねって言われました。まあ頭も今丸いしね。そう、アンパンマンだったら酔っ払いって言ってくれた方がええわっつってね、そういうしょうもない返しをしてしまった39歳のコーチでございます。あ、確かにって言ってましたけど、5年生の男の子が、まあ多分つまらんかったんだと思います、はい、やっぱトラック運転手さんそうだと思いますけど、運転しよったらやっぱ口が寂しくなるんですよね。僕らでもまあ名護で1時間とか1時間ちょいずっと続けて運転するんですけど、それでもやっぱりなんか口の中へ入れときたい、含んどきたいっていう感じになって、まあガムかこのコーヒーですよね、それをやっぱ口にしながら運転することが多いんで、そうそう、で今から行く処分場もいつもねコーヒー1本もらえるんで、今日はちょっとブラックコーヒーをもらおうと思います。ブラックはブラックでやっぱすっきりして美味しいですよね。まあどうだろうな、圧倒的にブラックが好きっていう人が多いんかな。俺男性より女性の方がブラックは飲むと思いますね。ブラック派の人が多いと思う。なんかそんな感じがする、男の、中年ぐらいの方とか中年以上の方っていうのは割と甘いコーヒーを好むような気がしますね、あのソフトとかでもやっぱりたまに父兄のお母さんがコーヒー出してくださるんですけど、その時でもねやっぱ甘いのがいいかブラックがいいか聞かれるんですけど、まあ、僕はカッコつけてあブラックでいいですって言うんですけど、やっぱり甘いの全部砂糖とかミルク入れてくださいっていうお父さん多いですよね。僕はカッコつけてブラックで大丈夫ですって言うんですけど、まあブラックが美味しいわやっぱ、じゃあ右に寄っておこう。さあどうだ、壁のあたりは今日は混んどるかな。全くこの間の土曜日と同じ時間帯に同じ場所を走ってますね。え、今日雲一つないです。本当に暑いです。まあ今週はちょっと皆さん全国的に台風にちょっと注意が必要な1週間になりそうですよね。広島もまあ木曜日ぐらい、水木あたりかね、結構進路が当初より西の方へそれたんで、まあ割と広島も影響出るかなって思ってますけど、今じゃけ米がないじゃろう、ほんまにどこ行っても米がないんじゃけ、ほんま昨日もスーパーに3軒行ったけど、ドラッグストアとか米がないないほんま。で本当になんかの無洗米とかさ、なんかあのもち米みたいなんとかね、あんな分しか売ってなくて、みんなこれどうするんかなって思いながら、まあ俺もじゃけど、俺もだけ今日分の今日の夜の米がないんですよ。もうだけどうやってでも今日米をゲットして買われなきゃいけんのんで、そう、まああるとは思うけどね、大きいスーパーに行きゃあるとは思うけど、台風とあとちょっと前にね地震とかが起こって、
それも影響しとるんかね、やっぱりいつ何が起こるかわからんけっていうので、水とか米とかね、ああいうのを蓄えてる人がおるんかもしれん、今ちょっと突発的におるんかもしれんですけど、うん、まあなんとか米をゲットして帰りたいと思います。令和の米騒動ですね、はい、あら、あれこれ慎吾さんのところのトラックじゃない、これあれ違った、あ、そうじゃね、やっぱり慎吾さんじゃなかった、いつも見るおっちゃんかな、今のは。はいはい、じゃあ慎吾さん、吉和さん、今多分同僚の方のトラック映りましたんで、じゃあ今日の動画はこの辺で終わろうと思います。はい、丸坊主が、ジョージアオリジナルコーヒーを飲みながら、雑談するという動画でした。はい、じゃあまた、さよなら。